逮捕された、妻木松吉、妻木松吉12月13日から1989年1月29日は、日本の昭和時代の左官。強盗強姦犯、防犯講師、大正末年から1929年まで程度、東京市で犯行を重ね、立ち去り際に被害者に防犯の注意をしたことから、説教強盗と呼ばれ、世間を大いに賑わせた。服役後は、 自らの体験をもとに各地で防犯講演を行った。1901年、山梨県甲府市立花町の甲府監獄に生まれる。母の向高は山梨県西厚代郡市川大門町の野森の娘で、生死会社の工員として働いていたが、同僚の笠井徳太郎と知り合って同棲するようになり、妊娠8から9ヶ月の頃に窃盗罪で逮捕され、 懲役3月の実刑判決を受け、交付監獄で松吉を死生児として出産した。松吉が出まれた直後に、ジップは肺炎で死亡。母は出所後、市川大門町の河川敷の生家に戻り、ここで雨の行商をしながら、松吉を育てた。1907年末へ7歳の時、母が中駒郡、三景村、鏡の野森の近藤米蔵と結婚。 その後母は8人の子を設け、生活は国賓であった。1913年鏡小学校を卒業すると、県内の中駒郡田富村、道郡南古村などを点々と方向に出された。後、山梨科学工業株式会社に勤務したが、1年で退職。大井村の生入者に配達府として住み込みで勤務したが、この頃から集金をごまかすようになった。 すりの現行犯で逮捕され、1920年6月9日には、詐欺窃盗横領罪で8ヶ月の懲役を言い渡されて、甲府刑務所で最初の服役生活を送る。1921年2月15日に、甲府刑務所を出所。それを機に上京し、埼玉県深谷市で中市となった。その後、徴兵検査のために一時帰京したが、 東京市小石川区高田豊川町の左官職人宅に見習いとして住み込み、一年の見習いの後、親方の下を去って、左官の雇われ仕事を行うようになった。1925年左官仲間の妹や、えっと結婚時、西菅も向い原に住居を構えた。しかし、この頃関東大震災後の復興劇も終わりかけており、仕事が減った上に、 敗戦語るル及び六幕縁のため、病床に不死がちになっていった。1926年各方面への金策もつき、金に困った松吉は7月30日、黒川県三宅及び岡部久宅に侵入。はじめは失敗することもあったが、やがて石を切ったように盗みを重ねるようになる。翌1927年5月5日、鴨も安久宅に侵入した際、住人に、 とじまりの甘さを注意したり犬を飼うよう忠告したことなどから東京朝日新聞の伊藤人一記者記者ともによって説教強盗と命名され通称となった出身ではないかという風評が起こったことで修正参加との関わりを持つようになる。これを受けこの年から警視庁は説教強盗をブラックリストに載せ10月5日に逮捕へ向けた代表状を開いている。ただし 警視庁は当初、前年の犯行は把握しておらず、同年からの犯行と見ていたため、捜査が滞る原因となる。一方、松吉は11月に、区内増子会屋に転居していた。その後も、翌1928年夏から秋にかけて、たびたび説教強盗が出没し、帝都市民を恐怖に陥れた。この頃になると、松吉の犯行を真似た。 模倣犯も現れるようになった。松吉は8月に巣鴨へ戻っている。1929年1月10日、前年までに59件にも上った、説教強盗事件を本格的に捜査すべく、再び代表状を開催。関係各所にも協力を求め、特別捜査本部を設置した。同月19日には、朝日新聞社が、 説教行動を捉えた者1 0 0 0円の懸賞金を支払うとの社告を発表。同月末にも警視庁の大捜査が行われたが逮捕はされなかった。2月2日には東京市民が警察の力が頼りないとして青年団在京軍人会が自警団を結成。同4日には帝国議会において帝都治安維持に関する決議案が提出されるに至った。 2月6日には、銀座松屋前でも法犯である、説教強盗2世、岡崎秀之助が逮捕される。岡崎は、三宅康子宅、下田歌子宅など有名人の家を襲い、7カ所で強盗を働いていたが、警視庁が追う第一世説教強盗ではなかった。2月16日警視庁は、再調査の結果、1926年夏の犯行も、 説教口頭によるものであることを突き止め、現場に残された指紋から、かつて、交府刑務所に服役した、松吉のものであると断定した。捜査員が出所後の松吉の行方を追う中で、ついに2月23日午後6時50分、松吉は自宅にて逮捕された。何の抵抗もなく、お手数かけてすみませんと神妙な態度だったという。逮捕に至るまでに動員された。 警察官は1万2000名に及んだ。朝日新聞がかけていた、賞金1000円は警官たちに贈呈されている。説教強盗の特に後半の犯行にはしばしば、強姦が伴っていたが、被害者への配慮から、強姦に関しては、未遂罪が一件起訴されたのみであった。これが、説教強盗が、遺族死される、大きな要因になったと、筒井伊佐は述べている。松吉は、 警視庁の取り調べに対し、強盗65件、窃盗29件、計94件を自白。翌1930年12月18日、東京地方裁判所で決審し、休憩通り向き懲役を言い渡される。松吉は控訴することなく、刑に服し、小菅刑務所行きとなった。獄中で、井上日章や川上はじめらと出会い、 左右両翼の大物から悟されて、文字を習ったという。1937年品事変の勃発に伴い、戦時統制下に入ると、婦人会から帝都に危険人物である、説教強盗を止めるなどの要望があったため、松吉の身柄は仙台刑務所に移された。半年後には小菅に戻されたが、さらに新潟刑務所、秋田刑務所に転々と移された。 太平洋戦争敗戦後の1947年、新憲法交付による恩赦があり、同月模範集として表彰されていた松吉は仮釈、放され12月16日に出所。18年の服役生活を終えた。出所後は担当弁護士で保護士になった大田金次郎宅に居住したが、全国の警察署、宗教団体、社会事業団体などから防犯講演を依頼され、 各地を案略した。浅草ロック座にもゲストで出演している。その後は、大竹の雑事をしながら、同家に寄宿したが、刑務所で習得した印刷業に従事して、収入を得るようになる。1967年には、東京12チャンネルの番組に出演、週刊ポスト1975年4月11日号では、小沢昭一と対談している。この対談では、 自分の初犯について、米騒動の相乗罪。とんでもない話なんだ。私は、みんなが財産家の家に押しかけた。その後について、立っていただけですよ。まだ18、未成年。米一生、持ち出したわけでもないんだと嘘をついている。犯行中の強姦については、手記や対談の中で、歪説目的の侵入も多かったことを認めつつ、 危ういところで踏みとどまったとか、和感に終わって、めでたし、めでたしとなった、などと説明している。しかし、松吉のこの説明について、筒井伊佐はいずれも不自然かつ不可解と批判している。1968年に保護司の太田が死亡すると、新宿区に移住。後に生活保護を受けた。1986年、四谷のアパートで独居していた折に、 週刊誌の取材を受け、今なお借り釈放中であると明かし、俺は今も無期懲役のみ、周りの人は御社を申請しろというが、とんでもないよ。俺は説教強盗のまま死んでいくよと答えている。1987年に新宿区の手配により、八王子市内の特別養護老人ホームに入所。1989年1月29日。 東京都西八王子病院において死去。去年89。罪を償いたいとの本人の意思により、障害無期懲役囚として保護観察のままであった。遺骨は一旦距離の山梨県に埋葬されたが、1991年に菅も平和霊園に移された。山梨県では、得た、否認ではなく、得た、のもりという言い方をする人が多い。1873年。 明治政府が大上官布告第225号で、下級警察官を万人と解消する、胸の通達を出したところ、万人が多くの地方で、否認の意象だったために反発を受け、布告の撤回を余儀なくされ、1875年には巡査の後に統一して、今日に至っている。ところが、山梨県では、大乗官布告を忠実に実行し、下級警察官を万人と呼ぶ代わり、 否認を、野森と呼ぶことにした、という経緯があった。また、1932年に刊行された、犯罪実話集、捜査資料、警察視聴者編集局編、消化道書店によると、野森は、農村社会における階級的職業で、慶長6年の公衆大官知検による記録に、野森山森、ひかみを置くとあり、 天領の土地や米を守らせるために置かれ、各個から収穫物の一部を報酬としているというものだったが、松吉大保持の1929年までの森が残っていたのは、広州地方のみだったという。当時のの森は、各集落に一人ずつおり、年に二回各個から集金して、報酬を得、キャハンに、わらじの軽装に棒を携えて、日夜経らし、 野党を捉えて巡査に引き渡すのが職務だったが、もみ消す代わりに、親族から金銭を得たりもしていた。その他、葬式の手伝いや、墓掘り、役場の使い走りなどの雑用や、古作、資料などで副収入を得ていた。野森は、竹野の木先から中に入るのを禁じられるなど差別、されていた。松吉は、獄中で、二世説教後頭の岡崎にもあったが、 岡崎は告示したという、ありがとうございます。